シェフィーさん？シェフィーさん、ネタね、ちょっと、これ寝てるね。これ寝てるね。幸いさ、髪ボサじゃないからさ、あ、目覚めた。髪ボサボサじゃないから、動画で映す分にはいいんだけどさ、シェフィーさん寝たね。起きてるけど、ほぼ寝てるね。脳みそは寝てるね。眠いんすけど、てか白髪あるね。シェフィーさんの顎のところに、それ白髪だね、私ね。恥ずかしい。寝てるね。頭で落ち着きなすぎなのよ、あなた。で、あなたちょっと重たいのよね。600g ぐらいあるのね。びっくりドンキーの 300g のハンバーグ2個って考えた時にはでけえのよ。300g 食べるの結構しんどいんだから、普通に食べようと思ったら。腹減ってる時ぐらいじゃないと食べれないよ。そういう話ではないんだけどさ。え？ねえ。いや、寝るなよ、お前。おい、ちょっと、寝るなよっていうのもあれだね。私が乗せたんだからね。何が起きたかと言いますと、まあ、いつも通り、まあね、YouTube 見てる人も、まあ、Facebook 参加してる人は特にわかると思うんだけど、桃ヶ研究所のね、定期的に行われるライブ配信の時に、まあ、ダセダセアピールをね、してくるんですよ、この子って。ケージから出してくれってガシャガシャして。で、出して戯れて、試しに頭に乗っけてみようと思って、試しに頭に乗っけてみようっていう発想が、多分、普通の人間とは違う可能性あるんだけど、頭に乗っけてみようと思って乗っけたら落ち着いちゃって、ね、落ち着いちゃったあなた。で、その状態で、気がついたらもう、20分弱、頭の上にいて、首のトレーニングなのかなと思うレベルです。喋ると動くから、不安定なのであんまり動かないようにしてるけど、だから不安定だとね、下にドンドンと落ちちゃうんで、それはかわいそうなんで安定させようと思うけど、まあ、嫌ならね、普通にこうやって取ればいいだけの話なんですけど、いやだからね、いや可愛いからいいんだけどさ、ネタね、あなたほぼなんかワンちゃんなのよ、あなたやの行動が。猫なのよ、猫じゃない、犬なのよ。日本語大丈夫かリンと。ちょっと日本語ぐちゃぐちゃだね。ほぼ、ね、猫とか犬とかなのよ、本当に。犬猫のそれなのよ、あなたの行動が。ちょっとまだサイズちっちゃいけど、もうちょっとサイズ大きくなってからこういうことするのかな、この子。多分ね、普通に1000g か1キロは超えてくると思うから、今後1キロ超えになってもこれなのかな。もう可愛いからいいんだけどね、シェフィーさん。ちょっとね、これ Facebook に多分先行で上がりますけれども、シェフィーさんファンはですね、実は YouTube にめちゃくちゃいるので、YouTube にも上げましょう。え、かわいいな、お前。大人しすぎるんですよ、そして。実家連れて帰って行った時もね、父親や母親、あと弟ちゃんにね、見せた時も言われましたけど、トカゲってこんなに落ち着くんだねって言ってました。もうトカゲちゃんってね、荒々しいイメージを持たれてる方とかね、どう猛だなと思われているイメージの方がまあ多いでしょうけど、もうこの子もね、個体としてはおとなしい個体の方だと思うんですけど、サバンナモニターって。でも、まあ、サバンナモニターの中にはね、荒れてる子というか、ちょっと性格の荒い子っていうのはね、いますから。性格荒い子もいるので、こういうふうにできることできない子って全然いると思うんですけど、うちの子は気づいたらこうなっちゃいました。私が普段から触るからでしょうね。うん、多分そうだと思います。かわいいな。ちょっとしばらくこのままいます。ただ動画はそろそろ止めます。理由としては、私がこの体勢で動画を撮るのがきついからです。はい、ということで、YouTube と Facebook に上がると思います。もう珍しく私の目とかが映る。ああ、すごい近距離動画ですね。可愛いから、いいっすね。はい、っていう感じです。ということで、この辺でおさらばいたしましょう。
バイバーイ。シェフィバイバイして。ねえ。ねえ、シェフィさん。シェフィさん。カメラの方バイバイして、バイバーイって。バイバーイって。無理だね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。